意技は小外刈りです。気づいたら小外刈りでよく投げていたので、まあ、何がきっかけかっていうのは分かんないんですけど、試合でよく使っていたのが小外刈りでした。基本的には打ち込みを多くやってきたんですけど、まあ、その他にちょっと変わった練習法というのはサッカーボールを使ってリフティングっていうのを取り入れました。自分の思っているところに足が出せるようにできるだけ足の甲というか足の先とか土踏まずとくるぶしの間とか、まあ、そこら辺を使ってやってました。その他にも足技だけじゃないところに結構影響があったなと思っていて、まあ、リフティングをするときに集中力とか判断力、あ、右足で蹴ろうか左足で蹴ろうかっていう一瞬の判断をしなきゃいけないので、まあ、そういうところはすごく役に立ってるなと思います。喧嘩四つの小外刈りのポイントの一つ目は相手のことをしっかりと引きつけることです。その時はしっかりと脇を締めて手首は返すようにして引っ張ります。で、この引き出したことによって相手が後ろに行きたくなるので、それを利用してかけます。ポイント2つ目が相手がこう下がるんですけど、下がる前に相手の横に移動します。先に相手が動くのと同時だと少しちょっと遅いので、引きつけるのをしっかりした後に引きつけたままで相手の横に移動して、かけた時は離すようになってます。引きつけたまま少し相手の横に移動して、この離すタイミングで足を刈る、そんなイメージです。3つ目が足のかける位置です。自分の土踏まずを相手の、アキレス腱のかかとぐらいのところにしっかりと引っ掛けておきます。で、これが相手は足を動かすんですけど、この時に外れないようにしっかりロックしてください。ポイント4つ目がさっき言ったようにこうかけたら、この逆の足、追っていく足が重要です。この足がしっかりと追っていけると相手が逃げてもけんけんで追っていけるんですけど、この足が追っていけないと自分の体勢が崩れてしまうので、しっかりとけんけんでバランスが取れるようにしておいてください。最後、5つ目のポイントが体重のかけ方です。相手の足を刈ったら相手の足が浮いてる真下ら辺に自分の体重を相手にかけます。この浮いた足の真下ら辺です。ここら辺に向かって自分の釣り手と下に落とすようにして体重をかけます。
足を引っ掛けるためにおすすめの練習方法があります。まず、まあ、組まなくても組んでもどっちでもいいんですけど、相手の足の外側に足を置いて、相手はこの足を外して外側にやってもらうんですけど、これを外側にやらせないようにずっとくっついていくことです。で、相手がもし外に行ってしまったら、今度はこの人が外されないようにずっとくっついていく。で、この外の取り合い、外側の取り合いをするのがいい練習方法だと思います。相四つの場合はかける足が遠いので、近くに寄せるような工夫をしていました。一つが、まあ、小内刈り、前に出てる足を小内刈りで払って、前に出させるというよりは小内刈りで下げさせて、内刈り下げさせて同じ距離にしてから外刈りをかける。もう一つが、しっかりとこう体重をかけて、こう引き、相手を引きつけた時に、このままだと遠いので一回相手のことをしっかりと揺らしてから小外刈りに入るようにしていました。小外刈りの練習方法をお伝えします。普通の小外刈りはこのまま相手のことを後ろに下げて小外刈りをかけると思うんですけど、私の場合は一旦重心を、自分の重心を後ろに下げて、その後にかけます。一旦重心を下げてから このように、まず自分の重心を後ろに下げてからタイミングを取って外刈りをかける打ち込みをよくしています。もう一つは、下がりながら、下がるタイミングで、この時相手には踏ん張ってもらうんですけど、下がって基本的に相手にはさっきの方も踏ん張ってもらって、こっちに簡単についてこないようにしてもらいます。後ろに下がるイメージで、それを感じてから、自分が重心を後ろになった時に相手が踏ん張ってるのを感じながら小外刈りに入ります。この下がる方も相手には踏ん張ってもらって、1,2,3 のタイミングで入っています。小外刈りから体落としの連絡技についてお伝えします。喧嘩四つの時は相手とハスの状態になっているので、ちょっと体落としに入りにくいです。なので、相手のことを正面にしたいので、小外刈りをかけて相手のことを正面にさせます。小外刈りで正面にする、それがまず一つ目のポイントです。そしてその後に、正面になった相手に対して体落としに入るのですが、この時二つ目のポイントとして、体重の割合としてこっち側の足を6割、こっち側4割の体重、だいたいこっちに少しだけ重く体重をかけるようにするといいです。というのも、相手のことをかけた時に、最終的にはひねるんですけど、この時にこっち側に体重が多くなってしまうと、ひねった時に体のバランスが崩れて返されたりします。なので、しっかりこっちに多く体重を乗せて、相手に自分の力を伝えられるようにします。
おうち狩りのポイントを説明します。私の場合、袖と袖を持って絞り合うことが多いので、まず切って、自分の釣り手の方を切って、引き絵だけ持っている状態にします。この時のポイントで、しっかり相手のことを引きつけて、脇を締めて引きつけておくことがポイントです。なぜ脇を締めておくかというと、脇が開いていると力が入りにくくて、腕だけの力を使わなきゃいけないので、体に沿って脇を締めておくと力が入りやすいので、脇を締めておきます。これがポイントの一つ目となります。そして普通であれば釣り手を持ちに行くんですけど、普通に持ちに行くだけだとまた持たれてしまうので、この引いている状態をキープしたまま後ろに下がります。相手の足が出てくると思うので、これを見計らってジャンプしながら一歩でかけるのと、キープしたまま一気に相手の近くに行って奥襟を持って張るっていうのが二つ目です。最後はこの引っ張った状態をかけた後に、この時もずっと持ちの脇を締めておきます。この時に脇を開けてしまうと返されてしまうので、買った時も最後まで脇を締めて相手に体重を浴びせることが3つ目のポイントとなります。小内狩りの説明をします。私の場合、小外狩りをかけるよくかけるので、こっちの足を引いたりとか、かけた時に上げられたり、最初から引かれたりして警戒されています。その時に私は、警戒されて下がった時によく小内狩りをかけるんですけど、その時のポイントとして、まず横にステップして、その時に少しだけ相手のことを引き出すことが一つ目のポイントです。なぜ引き出すかというと、前に引き出されることによって相手がまた後ろに行きたくなるので、この横移動するときに相手を少しだけ引いておくことがポイントになります。2つ目はこの横移動で1、2のタイミングで狩るんですけど、この2歩目の足は真横ではなくて後ろに下げます。1、2、この後ろに下げるということが2つ目のポイントです。なぜ後ろに下げるかというと、このまま横のまま足を狩ってしまうと自分の足が邪魔をして、この狩る方の足がここまでしか行きません。でもこの足を後ろに下げると、狩る方の足が大きく
動かせるので後ろに下げます。もう一つは下げることによって真横だとこのままの力しか出ないんですけど、後ろに下げることによって前に行く力を生み出すことができます。なので相手にしっかりと力を伝えられるので後ろに下げます。これが2つ目です。3つ目は、小外刈りと同じようにかける位置は自分の土踏まずで相手のアキレス腱あたりを刈ることです。動きながら後ろに下がって、この足の幅がちょっと大きいんですけど、この時にしっかりと土踏まずで相手のアキレス腱を捉えて、このつま先方向にっていうのが3つ目のポイントになります。今はコロナ禍の影響もあり思うような練習ができないかもしれないんですが、やれることはいろいろあると思います。何ができるかを考えて頑張りましょう。